エンリケ4世はカスティーラ王国の国王。フアン2世と最初の王妃、マリアの子。二度の結婚にもかかわらずどちらの妻とも夫婦生活がなかったため、エンリケ不能王とあだなされる。貴族の対等に対してこうすることができず、国内の文献傾向が強まった。15歳の時、アラゴン王フアン2世とナバラ女王ブランカ1世の王女で、 母方の重視のブランカと結婚した。しかしエンリケは、新婚症やは愚か、その後も、全く彼女に対して、性交渉を求めなかった。13年後に、エンリケが婚姻の無効を求めたとき、公式の検査で、ブランカの処女が確認された。生職者たちは、セゴビアの売春婦に対してエンリケが性的不能者ではないことを確認し、ローマ教皇も結婚が何らかの、 魔法によって妨げられたとして、婚姻の無効を承認した。ブランカは実家に送られて収監され、後に毒殺された。1454年、不応不安二世の死去を受けて王位についた。1455年、ポルトガル・オード・アルテ一世と、王妃、レオノールの王女で自身にも千歳にも十枚にあたる、フアナと結婚し、彼女との間に王女フアナが生まれた。 しかし王妃フアナは愛人ベルトランでラクエワを連れ込んでいたため王女はフアナラベルトランレーハと呼ばれるようになった。王女、フアナの王位継承者の資格についての疑問、王の入弱、王妃の不義、貴族たちの台頭はエンリケ四世の死後の紛争の火種となった。1474年マドリードで死去した。それを受けアラゴン王大使妃となっていた。 エンリケ4世のイボイモとイサベルと、ポルトガル王妃となったフアナは共に即位を宣言した。イサベル支持派とアラゴンの連合軍は、フアナ支持派とポルトガルの連合軍を破り、イサベルが王位を継いだ。ありがとうございます。